パベル・パルド・セグラは、メキシコ・ハリスコ州グアダラハラ出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは、守備的ミッドフィールダー。メキシコ代表では、世界最多キャップ数を保持しているクラウディオ・スワレスに次ぐ、出場キャップ数を誇る。パルドは、地元、グアダラハラを本拠地とするクラブ、CF アトラスでキャリアをスタートさせる。1996年の、 US カップアメリカ代表戦で、メキシコ代表デビューを果たした。その後、パルドはいくつかの試合ではキャプテンを任され、メキシコ代表の重要な選手となった。1998年から1年間エステゥディアンテス、テコスに在籍した後、クラブアメリカへと移籍する。クラブアメリカでは、2002年、2005年と2度のリーグ優勝のほか、スーパーカップも獲得。 国際大会においても、クラブ5度目となるコンカカーフチャンピオンズカップ、コンカカーフジャイアンツカップなどのタイトルにも恵まれた。また、多くの代表大会で活躍したパルドには、CA リーベルプレートやレクレアティーボ・エルバなどのクラブへの移籍の噂が上がった。ドイツ W 杯後、メキシコ代表でチームメイトとして FIFA フフワールドカップを戦ったリカルド・オソリオと共に、 100万ユーロでドイツ・ブンデスリーガに属する VFB ・シュットガルトに加入した。2006年9月16日のベルダー・ブレーメン戦では初ゴールも挙げた。移籍初年度である2006から07シーズンから33試合のリーグ戦に出場し、ブンデスリーガ優勝に貢献した。2シーズン目にはエル・ヘフェなどの愛称も付けられた。2009年1月、 再びクラブアメリカへと移籍した。2011年7月には MLS のシカゴファイアーへ移籍。2013年1月19日、現役引退を発表した。メキシコ代表として1998年、2003年と2度のコンカカーフゴールドカップ優勝や、1999年の FIFA フフコンフェデレーションズカップ優勝に貢献したほか、フランス W 杯。 ドイツ W 杯と FIFA ワールドカップにも2度出場。同じくコパアメリカにも1997年、1999年と2度、招集された。2007コンカカーフゴールドカップにも出場して、準優勝に貢献したものの、休養のため直後に行われたコパアメリカ2007には出場しなかった。 2008年8月20日に行われた、ホンジュラス代表との2010年 W 杯予選では2得点を記録した。ハビエル・アギーレとは、犬猿の中として知られている。その背景として、2009年6月6日の2010、FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選、エルサルバドル戦で、途中交代を命じられ、お互い激しく衝突している。 パルドはメキシコ代表として大半の CO 大会に出場しておきながら、前日の休養のため出場しなかったコパアメリカ2007を除く、彼が率いていた日韓 W 杯、南アフリカ W 杯には出場できなかった。ありがとうございます。